現場は住宅街にある中高一貫校です。こちらの校内で異臭がしたということで調査が進められています。警察によりますと午前10時過ぎ、広島市西区井の口にある広島修道大学広島教総中学高校から異臭がしている、生徒が気分不良を訴えているという内容の通報がありました。学校によりますと現場は中学校の校舎1階の教室で、当時生徒27人が理科の授業を受けていたということですが、実験器具や薬品などは使っていなかったということです。私も匂い感じましたので、ちょっとどうでしょうか、温泉というか硫黄っぽい匂いをちょっとしましたのでね、消防の方にお伺いしたんですが、原因は特定できませんでしたということでしたので、我々も全然その心当たりの何もありませんので。頭痛や吐き気を訴えた生徒9人が病院に運ばれましたが、全員が軽症だということです。警察には学校周辺の住民から午前9時ごろに卵の腐ったような匂いがしたという情報が寄せられたということです。窓を開けてたので匂いがするなと思いました。あ、そうですか、はい、トイレとかを汲み取るお母ちゃんなんかさ、バキュームカーっていうんですか、かっこいいですよ、かっかりおるよ、わかりますかね、はいはい、10時ぐらいですか、トイレの汲み取りのような匂いはしたんですけど、そんなに強くもなく。警察は異臭は校内ではなく校舎の外から流れ込んだ可能性もあるとみて原因を調べています。